おはようございます。すすきの YouTuber のドルフィンです。今日はですね、飲食店あいうえお、ね、これの1回目、はい、あ行のあからいきたいと思います。まず、挨拶、はい、そして、あと、慌てず、急いで、この2つ、今日は2つお話ししたいと思います。はい。まあ、これは基本的に当たり前のことなんですけど、挨拶をする、はい、これはスタッフ同士もそうだし、お客さんにもそうですけども、大きい声で「おはようございます」ね、これで朝一つのテンションでやっぱりみんな他の人たちもね、仕事を気持ちよくできるかできないかっていうのが違ってくると思うんですよ。なんでこれはね、すごく大事なことだと思うんで、はい、皆さん意識してやってみてください。はい、お客さんに対してもいらっしゃいませって気持ちよく言われるのか、いらっしゃいませみたいなローテンションに言われるのか、まあお店さんによってはね、イメージがあるので違うと思うんですけども、やっぱり基本的にお客様というのはね、活気のある店には元気をもらいに来てると思うし、はい、何かこう相談をしたいような時にはね、頼りながら来てるところもあると思うし、いろいろね、こう目的はあると思うんですけども、そのうちの一つの理由作りとして元気よく挨拶をするっていうのは大事だと思います。はい。今すぐにでもできることなんでね。よかったらすぐ実践してみてください。はい。それともう一つ。はい。僕の学んだ言葉の中でですね、慌てず急いで。はい。これはね、なかなか難しいと思うんですけど、最初はね、はい。急ぐことって大事なんですけど、やっぱりその中で一つミスを、例えばね、グラスを洗ってました、急いで洗ってましたって中で、グラスを一つ割っちゃうと、それを片付ける時間ってやっぱりかかっちゃうんですよね。怪我しちゃったりもするし、ね、自分じゃなくても手伝ってくれた人もガラス拾って、あーって、ね、手切っちゃったりするかもしれないし、だから、一つ一つを確実にできるようになってきたら、少しずつその作業をね、スピードアップして効率化していくっていうことが大事だと思います。早く、しかもクオリティが高く、これはね、なかなか難しいことですけれども、本当にそれを目指してイメージしてやってるのと、何も考えずにやってるのとは全然運転の差ができちゃうんでね。はい。自分の職場はこういう感じだからいいよとか、ね、そんなことまで考えなくていいっていうことじゃなく、個人のスキルアップとして、まあ、次にね、違う職場に転職したとしても使えることなので、ぜひ実践してみてください。本日、あいうえおのあ、はい。ありがとうございました。おはようございます。すすきの YouTuber のドルフィンです。本日は飲食店あいうえおのい行ってみたいと思います。はい。いは、まず2つ今日もありますね。まず意見を言う。これはですね、特にこういらないことを言えってことじゃないんですけども、はい、意見がもしあるんであるならば言わないと損だなっていうところですね。はい、自分の持ってる仕事をしてる上での意見っていうのはすごく大事で、それが間違っててもいいんですよ。なんかその判断ができないから、やっぱり言わなきゃ上司の人とかね、先輩たちや、まあ、同僚とかもそうですけどもね、後輩にもそうですけども、言ってみないと分かんない時もたまにあると思うんですよね。はい。やっぱりそれを、なんかでも言わなくてもいいかなっていう風に片付けちゃうんであるならば、やっぱり自分の成長がそこで止まってしまうんで、なんかやっぱり自分で効率よく仕事をしていく中で、いろんな人の意見って大事で、なんかそれを知らずにいるよりは、自分でもらう、その意見を、ね、ありがたい意見をもらうために自分からまずプレゼンテーション、まず言ってみるってことが大事だと思います。はい。それもこうなんじゃないですかっていうことじゃなく、やっぱり感情的になると相手も感情的になるので、なるべく冷静にこう、これこうだと思うんですけど、こうどうですかっていうことで言えたらベストかなと思います。はい。ケースバイケースですけど、まあ自分が仕事をする上で、スキルアップをしたいと思うんだったら、まずは自分の意見を言うことが大事だと思います。はい。そして2つ目。はい。これはね、威張らないっていうことなんですけど、この威張らないっていうのは、なんかその、やっぱりこう、年月を重ねていくとですね、たまにあるんですけども、うちでもなんか同業者さんのね、まあ年齢的にはそういう先輩の方がいらしたりとかした時に、なぜかこうすごい上から目線で言ってくる人とかもいるんですよね。あ、はいそうですねって、まあ小先輩方なんでお話は聞きますけれども、やっぱり言われてる方としてはなんか気持ちよくないし、なんかそれがね、自分的にそうかなって思うことだったら、やっぱりそれはそれでって思っちゃうんですね。でやっぱりそれで、あ、この人本当にすごいなって思えれば、尊敬できるのであるならばちょっとお店に行ってみようかなと思うけど、やっぱりそれで上から目線だけで言われてても、そうなんですねみたいな、めんどくさいなってやっぱり人間思ってしまうし、はいやっぱりなんか本当にちゃんとしてくれてる先輩っていうのはね、自分のことを思ってくれる、まあ後輩たちをね、後輩思いの先輩っていうのは同じ目線に降りてきてくれて、こうじゃないのかって言ってくれるもんだと思っているので、お前こうだからこうしろみたいなっていう、まあなんて言うんでしょうね独りよがりな意見っていうんですか、そういうのは言わないと思うんですよね。あ、なるほどなって響くし、やっぱりあ、そうですよねって素直に言えてしまう、そういう意見が僕は欲しいですね。なので僕ももちろんね、後輩の人たちにはそうしてるつもりだし、まあ先輩であれ、まあね、同じ年の人たちであれ、まあ平らにね、こう意見を言えるように、心がけているつもりです。はい。やっぱりなんかそういうところで、なんかこう自分は偉いんだ的なことを出しちゃうと、やっぱりなんかそうじゃないよねっていうふうに思っちゃうんですよね。まああれですね、実るほど頭を垂れる稲穂かなということで、はいね、大きくなればなるほど人に頭を下げなきゃいけないということですね。まあ、都市伝説もやってましたけども、有名無力無力、あ、違う違う、無名有力有名無力っていうね、言葉がありまして、はい、大きくなればなるほどしがらみができて力を発揮できなくなる、まあ力を発揮できなくなるっていうか、やっぱりその分ね、上に行く人間であるならば、自分がしてた雑用とかね、なんかそういう今までやってたことを下の人に任せて、あと自分は自分でできる、その後輩たちができない仕事を探さなきゃいけないわけですよね。だからその上でこう仕事できることが一番かなと思います。はい、なので威張るのではなく、はい、感謝、はい、周りのね、支えてくれている方々にちゃんと感謝して、でまあ後輩とかね、なんか同僚とかして先輩がいけないことをしてしまって、そういう時はあるんであるならば叱ることも必要だと思います。はい、怒るのではなく、ちゃんとね、その人のことを思って叱ってあげることも必要だと思います。はい、そうすると人間関係もうまく回るんじゃないかなはい、というわけで本日2回目でした。飲食店あいうえおいでしたね。参考になったら皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。おはようございます。すすきの YouTuber のドルフィンです。本日は飲食店あいうえお。いやー、3回目。うです。はい。今回、飲食店あいうえおのう。はい。これも今日は2つやりたいと思います。1つは、はい。うるさくしない。はい。うるさくしないっていうのはどういうことか、これはですね、ホールスタッフさんね、まあ厨房の人もまあ見えないところとかオープンキッチンとかいろいろあるんですけど、まあ分かるとは思うんですけどね普通にお店さんやってたら、やっぱりお客さんと接するとこ以外でも見られてます。まあ特に大体のお店そうだと思うんですけど、ホールスタッフさんが立ってて、でお客さんっていうのは座ってますよね。でその体勢から見えるものっていうのはね、やっぱり幅広いんですよ。でやっぱりスタッフ同士がね、楽しそうにやってることと、それは大事だと思うんですよね。はい。でもなんか盛り上がりすぎちゃってるのを見ると若干でも引いちゃうんですね。お客様的には居づらくなっちゃうので、まあ一言二言を交わすのはいいと思うんですけど、うわーみたいな感じであんまり話しすぎない、身内だけでね盛り上がりすぎないってことですね。はい。あとこれ論外だと思うんですけど、僕の中ではですね、ホールスタッフさん、まあと厨房さんとかね、厨房の中の人たちとかよくあることなんですけど、喧嘩はい、口論というかね、はい、お客様の前でこれをやっちゃうのは飲食店としては僕はもう全然ダメだと思います。っていうのはやっぱりお客様っていうのはその例えば食べ物を食べに来た時とか飲み物を飲みに来た時、何でもいいんですけど、その雰囲気っていうのが一番大事なんですね。味自体が美味しい美味しくないっていうのもあると思うんですけど、せっかく美味しいものを食べたとしてもなんかその雰囲気でぶち壊しになっちゃって、まあ美味しくないなって感じちゃうのが人間なんで、はい、やっぱり雰囲気自体も大事なんで、みんなが楽しい中で美味しいものを食べてる、みんなが楽しい中で美味しいものを飲んでる、これが最高だと思うんですよね。それを提供できるかおもてなしできるかっていうことが飲食店として大事だと思うので、はい、怒鳴ったりしてる人とかね、もう論外だと思います。はい。もうなんかツイッターとかでもね、今は言われちゃうような時代なんで、いやこういう店に来たんだけどなんか店で喧嘩してるよはははみたいな、ね、笑って捉える人もいるけど、それを聞いたね拡散されたお店さんを見てね、なんかあ行きたかったけど行きたくないなっていう人も出てくる可能性もなきにしもあらずな時代です。はい。 Facebook、Twitter ねなどで言われちゃったらね大変ですから、はい、お客様の前では、静かに、まあ接客で話さなきゃいけない時はねいいと思いますけれども、はい、スタッフ同士でのねそういう、盛り上がり、うん、次、まあもしくは、喧嘩ねなどはご法度です。はい、ここは気をつけてください。そしてもう一つ、敬う。はい、これ非常にね大事だと思うんですけど、敬いの気持ちっていうのをねあまり知らない人もこの世代的には多いかもしれないんですけども、まあ、僕らのね時代はもう古き良き時代のもうまあと間ぐらいだと思うんですけど、古き良きの部分もあるし新しき良きの部分もあるしなんですけども、僕古き良きの部分で言うとやっぱりこう年上の方はやっぱり敬うね。はい、これ体育会系だったので部活がなんか縦社会だったんでねあれなんです、余計あれなんですけど意識してるんですけど、やっぱりこうそういうことって大事で、なんかその自分より年上の人ってやっぱり自分と関係してる年上の人とつながってる可能性ってすごくあるんですよね。だからそういう人をおろそかにしちゃうと、なんかそういう自分がね例えばそうであったそういうなんか年上の人をねなんか邪険にしてて、で実は自分の上司とつながってましたっていう時にその場に居づらくなったりとかするパターンもないとは言えないので、はい、要は過剰にあるということではないですけども、はい、年上の人は年上の人っていう扱いで扱ってあげるという敬う気持ちですね。はい、こう僕のこの中ではですね例えば年配の女性、若い女性、年配の男性、若い男性っていう優先順位があるんですけど、やっぱり一番その中で大事にするのは年配の女性を一番大事にするね。でその次年配の男性で若い女性、若い男性っていう、まあこれは本当に平等にできたら一番いいんですけど、はい、忙しい時とかね人数人手が足りない時とかは気をつける順番はねその優先順位でやるといいよっていう書いてる本もありましたなので、はい、よかったら実践してみてください。はい、今日飲食店のあいうえおいかがだったでしょうかね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。はい、おはようございます。すすきの YouTuber のドルフィンです。本日飲食店あいうえお4回目ですね。はい、絵の回は会釈です。はい、これはねもう学校でも習ってると思うんですけれども、これね結構大事なんですね。はい、松なぎってわけじゃないですけど、例えば「いらっしゃいませ」ってこう会釈をするっていう、なんか面接とかでね、学校で習う人もいると思うんですけど、斜め45度みたいなとかね、こう角度がどうのっていうのはありますけど、これってね、対人間としてやるものなので、まあその会釈を受ける人のイメージだと思うんですけど、もう例が深い浅いとかね、うるさい人は多分言うと思うんですけども、はい、これは気持ちの部分も大きいと思います。その人に対してどこまで下げたいっていう、こうね、医者の気持ちもあると思うんですよね。はい、だからその気持ちもあるし、あとその「いらっしゃいませ」って言って、席についてオーダーがありました、なんだかんだでしたっていう時に対して、なんか例えばまあちょっとした時ですよ、はい、なんかすごいこう話し込んでる人の横を通る時とか、まあちょっとなんか目があったなみたいな、でもなんか向こうも何も言わないけども、どうもみたいな愛想っていうかねの部分もあると思います。それでね、こう店員さん、スタッフさんなんか、ね、愛想あるなと思われるのか、なんかこう目があってもこうずーっとこうぶっきらぼうに「うーん」みたいな感じで、何も頼まないから見ないでよみたいな感じで見てるのかで、印象はだいぶ違うと思うのでね、その会釈っていう軽くてもすごく大事なことだと思うので、はい、そこは意識するようにしてみてください。はい、飲食店あゆえよ4回目、絵の回どうでしたでしょうか。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。はい、おはようございます。すすきの YouTuber ドルフィンです。はい。本日は飲食店あゆえよ5回目、もうついに5回目まで来ましたよ。はい。はい。おの会ですね。はい。おの会はですね、折り返し確認。はい。こちらをね、やっていきたいと思います。やっぱりですね、こう、団体さんとかね、個人ならあれなんですけども、団体さんがわーっとこう来るときとかありますよね。そういうときには、やっぱり折り返し確認っていうのがね、大事だと思います。僕もそうですし、まあ飲食店やってる人もそうですけど、なかなかまあそこまですごい意識してる人もいないと思うんですけど、やっぱりご注文繰り返しますみたいな折り返し確認ってね、まあ大概どこの飲食店行ってもあるとは思うんですけども、まあ、団体で行った場合ですよ。はい、まあそういうのがね、あるかないかでやっぱり違うと思うんですよね。わーってはい聞いて、まあ聞かれる方も面倒くさいから、あまり意識して、なんとか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 繰り返しされてても、はい、はい、みたいな感じで聞いてる人も多いとは思うんですけども、はい。一応それを、こちらでよろしいですねって言った上で、なんかこうね、商品を提供するっていうのが大事かなと思います。はい。あと、スタッフ間でもね、こう、折り返し、これ、こうです、こうですっていう、まあ、オーダーが重なったりとかして、一応確認をね、こちらどうですか、こちらどうですかっていう、まあ、一回一回されたら、やってる方もね、一生懸命やってると思うんで、うるさいって思うかもしれないですけど、はい。なんか、ここ違うかもなって思ったりとか、気づいた時とか、はい。あと、大事な時は、もうここは見落とさないでほしい時は、折り返し確認っていうのは、非常に大事だと思います。はい。人間一回でやっぱり伝わらないこともね、多いと思うので、はい。確認を取るっていうのは大事だと思います。はい。以上で、あいうえお、今回は5回目の「お」でしたけど、いかがでしたでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、また会いましょう。